伊藤祐一郎は、日本の自治、総務官僚、政治家、元鹿児島県知事、総務省大臣官房総括審議官を歴任、銀行員である父親の仕事の関係により、阿久根市、鹿児島市などで育った、ラサール高等学校を経て、東京大学法学部卒業、最後の総理府地方文献推進委員会事務局、次長であり、省庁再編後には、 初代の総務省大臣官房審議官を務めた。後に民主党代表を務めた小沢一郎が自治大臣の際には大臣秘書官も務めている。2004年に行われた保守分裂の激しい県知事選挙に立候補、元鹿児島県議会議長、元兵庫県副知事らを破って初当選。2008年再選。2012年に参選。 2013年5月に利用が低迷する鹿児島空港の上海便の航空路線維持のため、県職員らの上海派遣研修事業を発表したが、批判が起こった。知事のリコール運動が起こるも2ヶ月で、約27万5千人を集める署名で、約15万人に止まり、リコールは断念となった。2016年鹿児島県知事選挙における、 伊藤雄一郎と三丹祖の里氏の得票率の斎藤は、大島郡など当初部で、得票率が高かったものの、鹿児島市やイブス市などの支部では三丹園に敗れた。2016年7月10日に、鹿児島県知事選挙で4選を目指し、立候補するも、保守系部所属を掲げつつ民進、社民権連及び一部の自民党系市町村議、元県議らの支援を受けた。 三ンタの里氏に敗れ、落選した。2020年7月12日投開票の鹿児島県知事選挙に無所属で立候補。選挙期間中に立憲民主党鹿児島県連の推薦を受けたが、元九州経済産業局局長の塩田光一に敗れて落選した。鹿児島県泉市の旧家の出身であり、伝統的建造物保存地区に聖火の武家屋敷が残っている。 先祖は、島津家中高の祖と言われた、島津忠義に仕え、南薩摩市の武田神社の日進校の墓の隣に祀られている、いじり心理希望。2015年8月27日の鹿児島県、教育委員らが参加した会議で、高校教育で女子にサイン、コサイン、タンジェントを教えて何になるのか、それより、もう少し社会の事象とか植物の花や草の名前を、 教えた方がいいと発言した。県内外からの批判を受け、伊藤は8月28日の定例記者会見で発言について自分自身も使ったことがないよねという意味、口が滑ったと述べ訂正した。この発言に対しては時代錯誤も甚だしい男女平等の理念に真っ向から反する発言、女性別視女性の人権を傷つけるものであり、 感化できないなどの批判が寄せられた。女性団体や女性権威シギラもこの発言を問題視し、抗議文を提出した。また、連合もこれを問題視し、知事宛の抗議文を県に提出した。ありがとうございます。